今日学校にこだわりメガネ持ってきた人誰？校長が自分のメガネと間違ってそれかけて全校朝礼で話し始めて、今放課後やけどまだ話続いてる。朝食はしっかり食べること。元気よく書いて。だから抜き打ちでカバンの中身チェックするから。じゃあ浜田。今日の持ち物はマスターボール99個、金のたまり子、プリンセスボール。チーターやん。こってこてのチーターやん。こてこて。まだは大丈夫やんな。チーターやん。大切なもの99個も食って持てる。あれって99個できるん？ていうかなんでみんなカバンそんな感じなのに99個もアイテム入ってるん？自転車やん。ほんで自転車やんやんって言いにくいな。チーターやん。あー沖縄の守り神やりたいな。シーサーやん。え、好きな音楽なんかこれっていうアーティストよりはミランとかヨネスとかアイユとかなんかいろんなの聞くミーハーやん。それ俺やん。ちなみに教育実習の光くんは大丈夫やんな。僕は大丈夫ですよ。ほら、うんうんうん、穴抜けの日も99個だけなんで。あーまあ、チーターではないけど、ちょっとこれから関わりたくはないな。なんで、ちなみに先生はどんなもん持ってきてるんですか？今日の荷物は、先生の爪。あかんやん！